1分でわかる省エネカーテン。皆さんはカーテンが省エネや節電に役立つことをご存知ですか？例えば夏の暑い日、エアコンで冷やした室温にとって外の日差しは大敵。そこでカーテンをかけると窓と部屋の間に空気層ができて、室温を外の熱気から守ることができます。さらに裏地付きを選べば断熱効果はアップ。冬は室内と外が逆転するだけ、理屈は同じですね。カーテンは少し長めを選びましょう。窓と床の隙間からの冷暖気が防げます。特に冬場はコールドドラフト現象に配慮して床につくくらいの長さが理想的。横幅もレールより長めに、側面からの冷暖気もシャットアウト。リターンフックの場合はこのように。この知恵は遮光カーテンや防音カーテンにも応用できますね。カーテンを変えれば暮らしが変わる。ユニベール。